皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、今期ハンデキャップっていうねやばいあれなんですけどやっていきます。はい、配信者なんで。というわけでやっていきます。リーダーやばいから作りました。アビ2までしか作ってなかったキャラでアビさんを作りました。皆さんご存知の最近の環境キャラカンガルーですね。はい、今回カンガルーがキャラ強 P グランプリに参戦しております。で、今期キャラ強 P グランプリカンガルー参戦しておりますが、今期ねやばいキャラがいくつかいるんですよ。特にこのハンデキャップでヤバいキャラがいくつかいるんですよ。それをねご紹介したいなとも思います。いきますか。まずは今自分が使っているカンガルーですね。このキャラもだいぶヤバいと思います。多分これお相手スケじゃないかな。重なったらスケ。はい、スケですね。もう速度的にスケ。お相手スケリーダーなんで結構エグいです。大砲撃ってこない。ダブルカンガルーでいきましょう。はい、呪っていく。素晴らしい。アビスケ呪ってるからね、マミーの、ね、体力が結構多めになってますね。さあ、バルーがスケなめこ太っちょ。はいはいはい、取っちゃう。取ってしまうんですね。これラッキーですね。これやばいな。太っちょ倒してもらって、危ない危ない、止めてあげないとやられてしまう。ただここで今ね あれ落としたんで、うわー、そらなっか、金メダル刺さってな。はい、こんな感じで破裂させて、さあスキル打ってもろて、どこまで頑張れるかな。抑えてるけど抑えきれない、そんな感じがする。さあそのねマイクロミサイルでかすぎる。これ撃っちゃいましょうか。あ、いらない、大砲撃っちゃった。 無駄に送っちゃった。さあ重ねてきました。お相手引き返さき切ってこのスケルトン全部やりたいなとは思いますが、後ろはねいくら流しても問題ない、全然大丈夫で、この多分さっき止まんないと思う、多分だけど。流すかさきバス。コガルーに頑張ってほしいなと思ったんですけど、コガルーが頑張りきれてないっぽいんで、スケルトン後回し、先に前。ただあのスケルトン怖いよね。はいはいはい、倒したけどこれが復活する可能性もある。行ったそばから復活するね。はい、というわけでドロー、しょうがなし。ただ考えて刺さったね。大型がきつかった。一応空大型も見れるようにってマークの次だけど2枚目は効いてない。次行こう。はい、やっていきましょうか。いやはや、とりあえずカンガルーもね強いよっていう話はしましたが、今期ね特にねやばいなって思ってるのがレドガとデス。この2枠がマジでやばいなって思ってます。そしてこれはね見てるかわからないんですけど、俺はねヤッサン、みんな大好きな白ドラのね、ミスター白ドラのヤッサンに言いたいことがあるんですよ。ちょ、これじゃ回さないからいきますね。あのミスター白ドラのねヤッサンに言いたいことが1個あります。白ドラ界のね YouTube をね最前線で引っ張ってくれてるヤスさん、いい加減強 P 上げてくれ。いつまでそこの強 P で足踏みしてるんだ。1830いくつだっけ、32とかだっけ。もうあの強 P に俺すら追いつけなかった時期があったんですよ。すごいなヤスさんと、やっぱうまいな強いなという時期があったんですよ。なのにもかかわらず最近のヤスさんは白ドラのモチベーションが下がってしまってるのか、それとも、まあ、ソウルリーグはやってると思うんだけど、やる時間が短いのか分かりませんが、全然強ピー上がってない、更新1もしてない。ヤスさんなら1900ぐらいいけるはず、でも行ってない一切。そこをねヤスさんね何とか頑張ってほしいですよ。俺はこれ爆押しリーダーじゃね、出てくるってことは爆押しも今やってるんだよね。
痛い。爆音痴ガチで痛い。それバク押しマジで重いな。戻って倒してもらってバリ行くか。こいつマミがいる間に OK。 ただそれで取れて取って、わーだだだ、それでは取った。1分か。倒したけどこあれできてないね。ダミーか、これ微妙だね。ちょっとキャラ使わせようか。いやー微妙だね。はい、うわ強っ。ダミーマミーマミー強っ。なんかよくわかんないけどやばいことやってるよね。あー溶かされてる。前行って首飛んで無理。ヒュードラ強すぎて首飛ばない。マミーがダミー化して、あー惜しい。はい、ヤスさんちょっとガチソロでさ強 P 更新チャレンジのとこまで行ってくれ、頼む。みんな待ってるんでそれ。いやでも実際彼なら2000はいけるじゃないですか。でも強 P の上がりやすくなったあの仕様変更の前から多分変化ないんですよ最高更新が。まあなんか一時期なんかコロナとかいろいろあってすごい大変そうだったからそんなガッツリやる時間もなかったと思うんだけど、まあ俺もヤスさんのファンだからさ、マジでヤスさんがゴリゴリ更新チャレンジしてるところ見たい。これはガチでガチで見たい。だから待ってる。あやばい、これ大型来なったらまずいかもしれない。ああ危ね、引いたけどって感じだな。てか見たい人多いと思うんだけどな。なんかヤスさんの動画のコメントとか見ても全然そういうコメントないんだよね。まあ確かにヤスさんの動画ってなんか最速情報みたいな感じじゃない。新しいから出てきて最速究極にしたいとか激レア出てきてとかそういうのが多いから、まあ、確かにそうなんだけど、ヤスさんのね動画のコンセプトとしてはそれが間違ってないんだけど、ただ待って、やるんだけど、やれるやれる、絶対やれる絶対やれる絶対やれる、蹴るが強い。ここでメタドラ狩られたくないんで、蹴るが強い。でも相手すぐ下げたね、ライン上手いね。これ無理だなって思ってすぐライン下げてきたから相手上手いわ。でベビー全部終わってる。ヒュドラか、これね。メタドラのとこまで引っ張れないんだよね、ヒュドラ。これ狩られてもらって、そうなっちゃうよね、しょうがない。さあメタドラ来た、 OK。 ヒュドラをね、なんとか倒してほしい。アビバルだよね、そんな気ましたよね。このアビバルを倒すしなんか鬼はないんだよね。大砲撃つしかないんだけど大砲したくないんだよな。うまいね、分かってるね、アビバルのなんとか仕方を。ここはマリオネット、分かれた瞬間に2体置く。スキルを一発持たない、一体持たない。やっとった、時間的に間に合うか分かんない。一応ねもう限界まで攻めたけど、これは限界。アビバルはどうしようもなかった。無理だね、ドローばっかだね。クソ攻めてるんだけどね、別に固定も悪くないんだよ、攻めてるから。攻めるではいるんだ。ただなんかね押し切れてないのってどう見ても多分大型っぽい。はい、ラストやっていきます。まあドローはまあ確かに多いわ、多いんだけどしょうがないと思う。
このドローにも、まあ、いくつか理由があって、一つ目は固定が悪い、シャッフルが悪い、ドローになりやすい手札になっちゃってるっていう状況。まあこれは当たり前だけど一つ目じゃないですか。でもう一つ目はこれすごい簡単、もう一つはもうすごい簡単なんだけど、相手が上手い。それ相手が上手かったらドローになるよね。相手が上手いのに僕からですね、毎回干渉干渉干渉なんて無理だからっていうのもあるのではないでしょうか。大型2本来て、危ねえ、来たけど対空なし。攻めれる札ではあるが、どうしよっかな。まあ、とりあえず第2は欲しいね、間違いなく。とりあえず取らないとね、ドローになっちゃうから。そのためにマミー固定してるからね。まあ取れるでしょ、1個ぐらいは。オッケー、さあ考えていこう。まさかのやべえキャラ登場。このキャラやべえんだよな。あー、偉すぎるね。頑張ってるね、だいぶガッツも頑張ってるわ、マジで偉い。でキメラ、キメラにはミノ吹っ飛ばして、まあ悪くないじゃない。考えるじゃなくてカエル2本使わせてるしね。ただ対空ないから、この後そこはちょっと気になるけど、ここもこうだな。で、あのカエルをどうするかだね。見れるかな、飛ぶ、多分飛ぶよね、いっぱいね。そうだよね、カエルリーダーではないけど、正面から当ててくる大型であるならばミノが頑張る。金バッチだしね。よいしょ、ミノ勝負はどう、負けていく。ここだな、キメラ行くしかないな。でこう倒してもろて、なるほどね。これあのマミーをね生かしてあげないといけないね。一応パーンって破裂するから結構いいダメージを入るんだけど、こっからだね。マミーは頑張ってる、剣士も止まってないけど、この破裂大ナイスダメージ、いいね。だいぶコスト勝ちしたね。途中から考えるが機能しなくなっちゃったけど、本当はね3トリとかの考えるバカ強いんだよね。3トリ考えるにするともう止まんないから、何もライン下げられないから相手。3トリ考えるはバケモノ。あ、ミスった剣士いっぱい出しちゃった。これワンちゃん10コス溜まったな。まあいいか、とりあえずギリギリ点差勝利。最低1、相手の固定が分かんなかった。1か。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。考えて使ってきましたアビさんですね。でこのキャラ今回リーダー秘密で何が変わったかっていうと、まあパワーアップもしてるんですけど、多分パワーアップはねそこまで関係ないんですよ。まあ、そもそもスキル発動率高いで、あの触られなかったら HP も防御力もあんま関係ないで、攻撃力高いじゃないですか、もともとあんま関係ないんですよ。何が強いかっていうと、見えないところが強いですよね。ハンデキャップ見えないリーグだから見えないのが強いんで、この隙にねカンガルーをね使うのもありかなと思います。それプラス今回ねキャラ強 P グランプリがカンガルーでしょ。であとはまあスケルトンとかも面白そうやね。スケマミーとか面白そう。まあ、他にも面白そうなキャラいっぱいいますけど、ね、ロボがやるかどうか。ロボがちょっとねパワー不足な気がしてね悩んでるところ。強 P もし落ちるならやろうかなって感じかな。ですレロが、レロが強いよね。やっぱみんなやってるもんね。ブラドロやってる人もいる。はい、まあ、もし自分がやるとしたら、まあ、激戦君絶対なるけどスケルトン、バーサーカー、ここで絶対激戦だけどスケバーサーカーで、マリオネットも面白そう。バコージャ多分やらない、ソロじゃ、ソロでやるあれはねやろうとは思わないで考える。でもしアビさんを作るってなったらレドが、作んなかったらやらない、ロボがワンチャンぐらいかな。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。